マイクロ豚はミニ豚よりもさらにサイズの小さい豚を指すことは、品種ではない。食肉用の豚は基本的に6ヶ月ほどで出荷されるが、成熟時の体重は200から3 0 0ラムまで成長し、ミニ豚は40から1 0 0ラムまで成長するが、マイクロ豚は18から4グラムまでしか成長しないのが一般的である。豚、ミニ豚と比べて、 マイクロサイズであるが、中型犬ほどの大きさに育つ。マイクロピックという名称から小型サイズを想像しがちであるが、中型犬サイズのマイクロブタは人間の感覚では決して小型ではない。少なくとも人間の乳幼児よりも重く大きくなることに留意しなくてはならない。寿命も10から15年ほどで犬や猫と同じくらいである。元は実験動物として、 品種改良されたが、イギリスなどではペットとしての人気を集めている。犬や猫ほど動物アレルギー症状が出にくく、トイレの場所をすぐに覚えるのも人気の要因である。マイクロブタはミニブタを元にして作られた種類である。ミニブタはヨーロッパを中心に流行していた。ミニブタという名前ながらも、大人になると体長1メートル、体重80キログラムにもなることから、 飼育放棄が多く見られた。ミニブタ愛好家からなども、もっとペットとして飼育しやすい小さい豚はいないものかと、ミニブタよりさらに小さい豚の開発が行われた。その過程の中で突然変異した体格の小さい個体ができ、その小さい個体同士を掛け合わせていったものが、マイクロブタとなった。現在では、主にイギリスのセレブの間で人気が急上昇している。ありがとうございます。